岡部長常慶応2年12月1日は、江戸時代末期の徳川幕府の幕臣。長崎奉行、外国奉行、大目付、神奈川奉行、軍艦奉行。陽名は、彦十郎。平営、右平営、駿河守。父は、大田雲八郎。養父は、岡部長営。安政4年12月、長崎奉行に就任。 在任中には、日蘭修好通商条約の締結交渉を行い、また医学や外国語学の普及に尽力したと言われる。文久元年11月に、外国奉行、翌文久2年6月に大見つけに転任。文久3年4月には、徳川義信に随従していた際、資格に襲撃されるが難を逃れた。同年12月に、作事奉行、現時元年11月に、 神奈川奉行、慶応元年うるー5月に、軍艦奉行、7月に、清水昭夫神組支配となり、8月に辞職、慶応2年に死去、去年43、長崎奉行として、長崎に在任中、稲佐の地に丸山町と、寄合町の遊女が出張して、ロシア人の船員たちの相手を務めることになった。それに対して、ロシアの会将、ビリレフが、 有助の梅毒検査をすることを要求してきた。長次は当時長崎に来ていた松本良順に対応を諮問し、それに対して良順は受けるべきと回答した。これにより万円元年日本初の梅毒検査が長崎で実施されることになった。ありがとうございます。